わたあめが、これビールなのか。すごい面白い。でっかこのお肉。完食です。すごい、全店舗食べました。3頭ぐらい狙ってみようかな。こんにちは、赤ちゃんです。今日はこちらスカイツリーに来ました。お祭りがあるみたいで、ちょっと僕スカイツリーのお祭り来たことがなくて、今日はスカイツリーのお祭りの屋台全部食べるまで帰れませんしたいと思います。本当はスイーツってジャンルで絞って全部食べようと思ってたんですけど、思いのほか屋台が少なそうに見えるので、もうスイーツも含めて全部食べたいなと思います。それでは早速行きましょう。まず1店舗目、わたあめ見つけたので買いたいと思います。こちらです。キャンディーショータイムさんです。見てください、わたあめが、これビールなのか。すごい面白い。で、これがカラフルなコットンキャンディー。それぞれ味が違うみたいで、あ、これ夏限定なんだ。パチパチ弾けるキャンディーも入ってる。でもやっぱりインスタ映えするこれを買おうかなって思います。いただきます。わたあめ、じゃじゃーん、かわいい。カップわたあめ初めて食べる。やばい、これはどこがいいんだろう、わかんないや。かわいい。それではいただきます。何味だろう。え、ストロベリーだ。美味しい。でもくん、わたあめ、味付きわたあめ食べたことないかも。意外と量たっぷり。ラムネかも。美味しい。せっかくのカップなので一旦蓋して後で食べます。それでは2店舗目いきます。お腹空いたので焼きそば食べたいと思います。どれにしようかな。でっかこのお肉。じゃあおすすめでお願いします。おすすめはね、焼きそばが一番。あ、食べたい焼きそば。僕焼きそば好きなので、はい、お願いします。いただきます。お祭り行ったら絶対焼きそば食べるぐらい好きです。美味しい。やっぱお祭りの焼きそばいいですね。量たくさんありますね。普通だと嬉しいんですけどね、500円でこの量入ってればめっちゃ嬉しいんだけど、食べきれるかな。めっちゃお腹膨れた。正直言うともう満足。お祭りを一人で行くとメニュー1個しか食べれないんですよ。でも2人とかでお祭り行けばシェアとかできるんですけど、僕今焼きそばでお腹いっぱいです。うん、完食です。ごちそうさまです。ちょっと喉乾いたんですけど、でも初めにがっつり食べないとお腹膨れちゃうので、こちらです。ポテトお願いします。美味しそう。ありがとうございます。続いてポテトです。いただきます。なんかお腹、屋台のなんかね、次の買うとお腹空いちゃってる現象。うん、甘い。なんか北海道のポテトって書いてあったんですけど、スイートポテトみたい。やっぱ味が全然違う。じゃがいもめっちゃお腹膨れる。水分もなくなりますね。ラスト1個。ごちそうさまです。ちょっと喉乾いたので、フローゼンフラペチーニャ。あ、どれも美味しそう。でもなんかスイカって食べれないし、夏っぽいのでスイカお願いします。氷で作るんだ。ありがとうございます。すごい。いただきます。うん、フラペチーノってこうやって作るんだ。あんな大きい氷だったのに、なんかめっちゃ滑らかになってるんだけど、不思議。かき氷っぽくない、全然。あ、こういうことか。美味しい。なんかね、スイカのほんもり、ほんのり甘さがある。氷たくさんでスイカピューレあんな少しなのに、すごいスイカの味する。優しい味、夏っぽい。うん、4店舗目完食です。お腹がやばいけど、あとちょっとなんです。頑張ります。いただきます。ここのたこ焼き屋さん食べたことない。じゃじゃーん、熱々です。ちょっと暑いんですけどね、暑い夏に熱々のたこ焼きって美味しいのかな。トロトロのたこ焼きだ。トロトロ系のたこ焼きで美味しいです。トロトロだからね、すごく熱いの。熱い。いつも銀だこしか食べないんですけど、普通のたこ焼きも美味しい。うん、ごちそうさまでした。ラストいきます。6店舗目、マンゴー買いました。かき氷です。いただきます。こぼれそう。
うん、うわ美味しい。たこ焼きの後にめっちゃ美味しい。中にもシロップ入ってる。マンゴーも入ってます。うん、美味しい。最後のデザートにふさわしい。さあラストスパート、もうスイーツ系ばっかですね。いただきます。どこかで食べたことある味、これなんだろう。完食です。すごい、全店舗食べました。途中休憩も挟んだけどね、もうお腹めっちゃいっぱいですけど、ギリギリ全店舗食べれました。頑張ってください。結構重いのでしっかり。いけるかな。お菓子狙おう。もうちょっと上ですね。あ、そうなんだ。この辺に玉がいたので、もうちょっと上で全然上だ。当たりますよ。はい、では次2球目になります。はい、頑張ってください。じゃあ3投ぐらい狙ってみようかな。惜しいですね。見えました。今ペットボトルの縁に当たりましたね。あともうちょっとです。ラスト頑張ってください。惜しいですね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、お兄さんこちら一つ持って帰ってください。ありがとうございます。はい、という感じで全店舗食べ終わりました。最初スイーツだけにしようと思ったんですけど、それだとね、かき氷、フラペチーノ、綿あめしかなかったんですけど、頑張ってたこ焼き、焼きそば、ポテト食べました。大食いの人だったら1回で食べれるかもしれないですね。僕ちょっと途中30分ぐらいだっけ休憩入ったんですけど、無事食べきることができました。逆にスカイツリーの中にすごいたくさん食べ物屋さんがあるので、楽しめるんじゃないかなと思います。食べてしかなかったですけど楽しめました。これからも夏らしい企画いっぱいやっていくので、楽しみにしてください。バイバーイ。